コシコシとは、一度使われた紙のことである。主に、リサイクルされるための新聞紙、雑誌、板紙、いわゆる段ボールなどを言う。本来、古紙と表記すると一度使われた紙という意味になるが、リサイクルに使われる紙には、印刷したまま市場に出回らなかった印刷物や紙製品を加工する途中で発生する、立ち落とし、差異などもあり。 これらも含めて言う場合には、古紙とも表記される。日本では、江戸時代から書き損じた紙などを回収、再生利用する業態が成立してきた。すでに都市部では大量に消費されるようになっていたこと、日本の和紙は好きな直しが容易だったことなどが、軽にある。2010年代の日本では、回収率は80%近く、リサイクルの優等生とも言われる。 1990年代には古紙の価格が暴落し、リサイクルが機能しなくなった時期もあったが、2000年代に入ると回収体制が整っておらず、古紙回収率が30%以下と低い、中国において紙、特に電気製品の梱包材としての板紙の生産量が拡大して需要が急激に高まり、対中輸出されるようになると、 一転して価格の上昇が見られ始めた。このため、個紙の奪い合いが自治体等で行う収集システムと自治体指定外の回収業者との間で生じ、条例を制定して回収場所からの抜き取りを明確に禁止するとともに、これを行った業者を自治体が専有離脱物横領として告発するケースもある。ちり紙交換とは、家庭でいらなくなった紙を チリ紙やトイレットペーパーと物々交換することを通じて回収すること。チリコーとも略される。チリ紙交換は回収を行う業者にとっては集めた紙を売ることによって利益を得ることができ、家庭では不要なものから有用なものを得ることができ、また回収した紙はリサイクルされるので環境にも良いということで理想的な古紙回収方法であった。しかしながら、 古紙の回収価格の下落とともにあまり見られなくなった。実際の回収は、チリシ交換者と呼ばれる車が、拡声器を使って交換を呼びかけながら、住宅地をゆっくりと回ることで行われた。住民は、呼びかけを聞くと、業者を呼び止めて、普段から貯めておいた新聞紙や雑誌を差し出した。拡声器で流れる呼びかけは、毎度おなじみ、チリシ交換者でございます。 古新聞、小雑誌、ボロ切れ、段ボールなどがございましたら、というものであり、よく知られていた。関西では、廃品回収の呼び名が、一般的で、現金と交換することが、早期から行われてきた。個人宅から排出される古紙で、まとまった現金に交換してもらうことは、なかなか容易ではないため、自治体による無料回収や、アルミニウム缶や、古着などとともに、 集団回収を行い、所属組織に現金を支払うことの方が一般的となっている。古紙にはいくつかの種類があるが、国あるいは地域、業界によって呼び名が異なる。国際省取引ではアメリカの古紙基準が用いられることが多いが、日本の古紙はさらに細かく分類されており、日本の基準も国際的に認知度が高い。古紙は、 生殖原料として取引される。一般に国際取引ではトンあたりの価格で取引されるが、日本ではキログラムあたりの価格で取引される。国際取引に際しては、バーゼル条約の規制対象であるため、各国の権益当局発行の証明書が必要になる。1990年代後半、日本では腰市向が低迷して価格が低下し、 逆優勝による取引が広がった。2000年代以降、中華人民共和国の経済発展が進み越しの最大輸入国になり、国際取引価格が上昇すると、次第に日本国内市況も輸出価格の上昇を主導に回復した。しかしながら2018年以降、中国が資源ゴミの輸入を許可制にすると通告。 日本国内でも近年稀に見る価格下落が始まり取引に影響が出始めた。コシの品質の良し悪しはパルプ加工率の良し悪しである。米国の紙は材木から作るバージンパルプの比率が高く、コシもパルプ加工率が良い。日本の紙は原料中に占めるコシの比率、コシ利用率が約6割であるため、再資源としてのパルプ加工率は米国などのコシよりも低い。 このことから日本のコシは長く国際市場で二級品として扱われ輸出されることは少なかった。しかし2000年以降世界的なコシ需要の逼迫から日本コシも海外で使用される機会が増えた。それまで日本コシを経営していた海外製紙メーカーも日本コシは徹底した分別が行われているため雑物の混入が極端に 少ないことを交換して採用するようになった。2018年の韓国では、日本からコシを輸入して、自国で収集したコシを輸出するといった玉突きも行われていた。コシ利用率が上がって、コシが何度もリサイクルされると、徐々にパルプの繊維が短くなるとともに、渡航紙に多く含まれる香りにや、炭酸カルシウムなどの海分が増え、強度が低下していく。 少し利用率の高い日本では、ポリアクリルアミドを主成分とする乾燥視力増強剤を使って強度を保管することが広く行われている。毎日、全国で印刷される新聞の1から2割程度、1、000000 000 000 000部程度は、新聞販売店のノルマ維持のために釣られる押し紙と呼ばれる新聞であり、実際には販売されずに全量がリサイクルに回される、現状ある。 新聞販売店の項を参照。これは日本の新聞紙の回収率が他国に比べて高い理由の一つにもなっており、手放しで評価できない一因にもなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。